弟お父さんがやってて、それを見てかっこいいなって思って始めました。昔から厳しくやってもらってて、もう本当にその厳しさがあったからこそ今の自分があると思うので、とっても感謝してますし尊敬してます。格闘技と勉強やってると、どうしても格闘技やってる分他の人に比べて勉強やる時間が少なくなると思うので、テスト前になるとやっぱり睡眠時間削ってでもやらないといけないなっていうところは大変です。コロナ禍でやっぱり大変だったことは、友達に会えなかったことかなっていうのと、最後にやりたいことっていうのは普段通り楽しい生活を友達と最後までできればいいかなって思ってます。